こんばんは。au のレグザフォン IS04。 毎日、この、スマートフォンの紹介ばかりやっていますが、今日のご紹介はここマクドナルドのカダスクーポンが、今日から利用ができると。これまでは見せるクーポンだったんですけどね、今日からは店舗の店頭の丸いやつにかざせばクーポンが使えるというアプリが、スマートフォンでも利用できるようになりました。今日早速行って使ったんですけど、ほらね、カダスクーポンでこんな風にして、マンハッタンバーガー、メガポテト、ドリンク L、 値段が書いてますね。でタップすると、いろんなクーポンがあります。今日はお金がなかったので、私はねどれを注文したかというと、一番安いやつ、これプレミアムローストコーヒーの S ホットのみとハンバーガー190円、安いでしょう。で、ここにお手持ちの枚数、もう1枚使ったので、残る1枚しかありませんけど、ここの枚数を選択ってところをタップすると、本当はね2枚使えるんですけど、もう使っちゃったんでね、あと0か1しかないんですけど、他のやつ見てみると、2枚ありますんでね、2枚、また1枚をタップすると、それが使えると。そしてこの決定というボタンを押して、お店の丸いかざす装置にポンとかざせば使えますよと。もちろん決済はエディが使えるんですね。また店舗の検索では、こんな風にして GPS で測位をして、今これ私の住んでるお家、この家の近辺のお店を紹介してくれます。この花山店のお店は僕はあまり行かないので、私がいつも行く店はどこかというと、あれ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 、ここも行かないですね。私はね、ここ南駅前のマック、ここに行きます。あとは、週刊マックというニュース情報、あとファンっていうのがあるんですけど、まあ、これから楽しいコンテンツが登場しますということです。今日から、スマートフォンでも使えるようになりました。ぜひ皆さんもカダスクーポン、これ使ってみてください。あれ出ない、通信環境によって、あ、出ましたね。ぜひ使ってみてください。